お菓子につけて食べるスタイルが僕は好きです。アホヤが好きです。あのアホヤのたこ焼きももちろん美味しいんですけど、あのペチャ焼きっていうのがあって、それも結構たこ焼きみたいなやつなんですけど、それもすごい美味しくておすすめです。おすすめの卵焼きは外はカリカリ、中はカリカリで一番美味しいと思われます。中央のところにあるんで、ぜひ来てください。タポポっていうたこ焼き屋さんなんですけど、駅が栄東駅っていう近くにあって、なんか、ね、雰囲気は露店みたいな感じ。僕おすすめはあの醤油マヨ、なんかあっさりしてるんですけど結構美味しいです。行ってみてください。ダンバにあるひょたっていうたこ焼き屋さんが好きです。大阪に友達来た時は結構連れて行くんですけど、たこ焼きも美味しいし、店の雰囲気も商店街の中にあっていい感じなのでおすすめです。はい、ソースの塩マヨネーズのたこ焼きです。はい、あとはうちたこ焼きないんですけども、居酒屋やってます。Thank you.